レミゼラブルは2019年のフランスのドラマ映画、ビクトル・ユーゴーの同名小説にヒントを受けて制作された。ラジリの長編映画監督デビュー作。第92回アカデミー賞で国際長編映画賞にノミネート。セザール賞では4つ星を獲得し、セザール賞最優秀作品賞を受賞。第72回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した。 映画の中では人種間の対立、世代間の対立、そして警察の暴力などの社会問題が描かれている。警察官である主人公ステファンはパリ郊外のモンフェルメイユに赴任することになる。ステファンは同僚のクリスとグワダと共に3人チームを組み、街の中をパトロールする。その際、何度かクリスが暴力的な方法で取り締まりをする。ステファンはそのことをよく思っていないが、 強くは言えずにいた。警察の仕事として、地域コミュニティや町の有力者の間で問題が発生した時に仲介もする。この町ではサーカスを運営するゾロと市場の元締めで市長と周囲から呼ばれる人物が対立していて、ある日ライオンの子供が盗まれたということで、いさかいが起きる。警察は仲介のため犯人を探すことになる。SNS を分析して、 無事に犯人を見つけ出すも、捕まえる時き具合だが、ゴム弾を発砲して、怪我を負わせる。クリス率いる3人のチームはこのことを上司に、報告せず、隠蔽しようとするが、現場にはその様子を撮影しているドローンがあった。ドローンを操っていた証言バズは、皿のところに駆け込み、被護を求める。サラは、倫理的な見地から動画を公開しようとするが、警察の暴力と、世代、 人種、宗教、思想のサイトが絡み合って生じた。この事件は街全体を揺るがし、物語は破局へと向かっていく。映画の最後に題材となったビクトル・ユーゴーの小説、レ・ミゼラブルより世の中には悪い草も悪い人間もいない。ただ育てるものが悪いだけなんだの一節が引用されている。ありがとうございます。